皆さんこんばんはです。中学1年生ですね。はい、次回がね、まとめのテストになります。で、今日はもうテスト出るよっていうね、こんなプリントを配りました。その2種類のプリントの中からテストにね出します。ただやっぱりその中でも難しいというか、ミスが起こるのはこの四則混合ですよね。足し算、引き算、掛け算、割り算がいろいろ入ってきている。この四則混合計算、何度やってもやっぱりどっか引っかかっちゃうよね。なのでこの動画でぜひチェックチェックチェック、していただければと思います。さあ、それでは早速見ていきましょう。まずここの括弧1番、掛け算が先っていうバージョンですね。まずここです。これが1番ですね。で、その後足し算しましょう、こういうことですね。ですので2号10マイナス10そしてプラス10ですので、これはね、綺麗に0という回答になりますね。それからここも割り算が先、これ1番ですね。まあこれ順番的に頭に書いてあるから、まあここを先にやるからね、まあ普通の感じではあるけれどね、マイナス3、プラス4という形になります。ですので答えはプラス1。もうね、プラス全然取ってもらって構いませんので、1という答えでね、全然大丈夫です。で、ここが先です。5にマイナス10。で、ここの括弧を開けましょう。括弧の前にマイナスがあるから符号が変わりますよね。プラス9、こういう形です。答えがマイナス1となりますね。こちらは掛け算先なので、ここお尻に書いてあるから、今度はお尻の方の掛け算、これが先にある。マイナス3はとりあえず1回ほっといて、ここの計算2612マイナス12ですよね。同符号ですから足してその符号マイナス15。ここも割り算が先、これ1番です。ですから7-4、8÷2だからね。ですので答えは3というのが出てくれれば OK ですね。で、ここもこの掛け算が最初、マイナスにかけるマイナス4だと思うと分かりやすいかもしれないね。3プラス8だから答えは11。こんな形、ほら難しくないね。ここもマイナス20割るマイナス4だと思って、これを先にやりましょう。そうすると21プラス5となりますよね。ですから答えは26。あら、簡単ですね。今度はそれではね、累乗が来た時、これちょっと大変になってきますよね。で、この違いをはっきりしておこうというので、ちょっとだけ書いてみました。マイナス3の括弧の外の事情です。これはマイナス3を2回かけてちょうだいねっていう話ですね。ですからこれはプラスの9という、こんな形になるんです。で、こちらは括弧はダミーで、とりあえず括弧があるだけで、実はマイナス 3×3、これは数字の2直についてますよね。だから3だけを2乗してマイナスは決まってるんですよ。でも3だけ2乗してください、こういうことなんですね。だから結果マイナス9という形になるので、ここミス多いので気をつけていこうね。さあ、こちらです。5マイナス、ここがマイナス2を4回かけてくれっていうことなんですね。マイナス2を4回かけてくれ、マイナスが偶数個だから答えはプラスですよね。2人が4、4人が8、8人16ですよね。ですのでプラス16ということになるんです。だから5-16、答えはマイナス11ってくればいいですね。ここが1番、そしてこれが2番目にあります。試算マイナス12、こちらはさっきやったようにこのプラス9になるんだよバージョンです。プラス9ですね。ですのでマイナス3、マイナス12、プラス9、こういう形になります。ここはこのバージョン、マイナスが決まってて5だけ2回かけましょうよっていうことですね。で、その次にこの割り算の答えマイナス10だから、マイナス25マイナス10で答えはマイナス35。簡単簡単。ここも4だけが2乗なので16-4×4 ですね。割ることのマイナス8となると16-4416、割ることのマイナス8、
この割り算が先なので16マイナス8で割るのでプラス2って形になりますよね。ですので18という形になれば OK でしょう。どうでしょうか皆さん、ここまでだったらそんな難しくないよね。はい、あとは今日渡したプリント2種類のプリントです。その中から出ますのでね、結構いけんじゃないですか。文字式も表現だけ、出ますね。この間勉強したやつです、ね、いけるいける。さあ頑張っていきましょうね。それではでは頑張りましょう。